バックファイティングは最高の試合がご覧いただけると思います。カドエビ宝石ジムの小林博、元日本フライ級チャンピオン、そして現在日本フライ級ダマイの小林がリングに登場しました。さあそして赤コーナーの奥にご注目いただきましょう。世界チャンピオンの登場です。ガップファイティングに登場するのは2年ぶりになります。 WBC 世界フライ級チャンピオンユーリ・アルバチャコフの入場です。世界タイトルを4度防衛しました。5度目の防衛戦は8月、前の試合との間が8ヶ月も空きますので、その穴を埋めぶる試合感をなくさないようにと、ユーリはこのノンタイトル戦を選びました。いやー、ファンの歓声も最高潮に達しました。この試合はレフリーが浅尾、ジャッジ内田と手崎、この3人で行われます。さあ両選手の紹介です。メインイベント10回戦を行います。赤コーナー WBC 世界フライ級チャンピオン、115番の4分の3、競泳所属、日本のジムの所属の世界チャンピオンがノンタイトル戦を行いますのは、今放送席の具志堅用高さんが1978年16年前に韓国のキム・バクドー選手と戦って以来16年ぶりのことになります。まあ、この時は具志堅さんが6ラウンドナックアウト勝ちで勝ったわけなんですが、具志堅さんその時のことは覚えていらっしゃいますか？はい、その時はもう真夏でですね、もう会場が暑くてですね、もう試合する状態でなかったんですよ。そうですか。それをノンタイトルでよかったなと思ったんですけどね、相手も同じ条件なんですけどね、会場がコンディションが良かったですね。さあ第1ラウンドが始まりました。共に黒いトランクスです。背中の見えている肌の白い方が小林博選手です。オープニングブローは小林が拾いました。ユーリは去年の12月4度目のタイトル防衛に成功。今度の防衛戦は8月に予定されています。この間隔は8ヶ月ありますので、そのちょうど真ん中あたり、今日を選んでノンタイトル戦を行います。なあ、小林は積極的に打っていきますが、ユーリがもう打たせるだけ打たせて、自分もその後でのんびりと打ち返すかという感じのボクシングをしています。具志堅さん、厳しいタイトル戦が続く中でノンタイトル戦を戦ったその時の心境というのはどんな感じだったんですか？やっぱり緊張しますよ。ノンタイトルでも緊張しますか？はい、ボクサーはやっぱりリングに登る前はですね、まあ、有利だってゴングになる前はかなり緊張の顔でしたですよ。アッパー、有利のアッパーです。今度は小林の右、右のね、服が当たってますね、小林のチャンピオンの有利がだいぶ余裕を持った戦いをここまでしています。ショートが実にうまく入ります。やっぱりノンタイトル戦でもやっぱり小林君のパンチをもらってますからね、はい、しかしそれはやっぱり良くないですね、打たしちゃいけないですよね、これノンタイトル戦でも。右ストレート、ワンツー、左も返しました。有利、左のダブルから右もフォローしています。こういうところではノンタイトル戦の気の緩みというものがあると後で後悔することになるんですが、有利防御を固めておいて左で突き放します。白井さんの目から見て有利の今日の心境どのように映りますか？ビーストレート。私たちもね、1年に2回防衛戦やってですね、ノンタイトルは3つあったんですよね、ノンタイトルでいろいろとね、
あの技術の勉強とかね、そういうのをやりましたね。なるほど、だからいいんじゃないですかね、ノンタイトルもやって。はい、ロープを背負う有利、左攻めに回っている小林博史です。かつての日本チャンピオン。小林君もいい、今日はあのコンディションでね、はい、よくあの追い詰めていってますね。なかなかね、やっぱ今度、打ってますね、小林君も。僕は素晴らしいと思いますよ、ね、はい、はい、うん、よく手を出してますよね。はい、門海老宝石ジムの小林博史です。日本ランキング7位です。第1ラウンド終わりました。小林君の出てくる努力を見せたいと。これまで世界タイトルを4度防衛しています。そしてアレクサンドル・ジミンコーチと二人三脚でここまでやってまいりました。背中の映っているのがジミンコーチです。実はユーリ選手はこの試合の前に風邪をひいてしまいまして、練習が十分にできませんでした。そしてそのために今朝の計量、契約ウェイトは52キロちょうどだったんですが、400グラムのオーバーウェイトをしてしまいました。ただ風が体調が悪い時に無理な落とし方をすると体に良くない健康上の理由がありまして、自分からもこれ以上リミットまで落とさないでグラブハンデで試合をしたいということを申し出まして、カードエビ宝石ジムサイド、小林サイドもこれを了承しております。今日はチャンピオンは8オンスなんですか。そうなんです。ハンデをつけてるんですね。チャンピオンが8オンスで、小林選手が6オンスのグラブですね。なるほど、やっぱり大きいんですね。はい、はいはい、しかし、まあ、有利のパンチ力からすると、まあ、大きな影響は出ないでしょうね。だけど契約ウェイトオーバーしたっていうことはどういう意味ですかね。やっぱりあれですかね、あの練習ができなかったんで落としきれなかったということですね。それにしてもコンディションはそんな悪くないですね。いい動きですよ。悪くないですか。はい、はい、ただそれが今2ラウンド目ですからね、はい、ボディ後半に行ってですね、やっぱりそれがやっぱり受けから来ればいいんですよね。また強烈なボディが入りました。まあ、1回目はね、あもう体を打ってましたけど、ね、この回初めてあのワンツーってね、左のフックのボディですね、これ強く打ってますね。有利がそろそろ決めに行こうかという体勢に入っています。この有利サイドではだいたい試合間を戻すために5ラウンドまで普通に戦って6ラウンドあたりから倒しに行こうかという構想もあったんですが、有利の体調が良くないということで早めの勝負をしようというふうに申し合わせが有利サイドはできています。肌のツアーはいいですよね。はい、前からこんなあの色黒あの良かったですかね。肌はだいぶ焼けてますね。焼けてますよね。ワン、ツー、スリー。ハワイでもキャンプしたんじゃないですかね、ハワイあたりでね、世界チャンピオンらしい見事なコンビネーションブローも決まってます。またユーリチャンピオンはあの日本人みたいにね、体型の顔もしてますけど、はい、やっぱり二隅はあるんですよね。人気があるんですよね。まあ、人気もあるしね。はい、ユーリのパンチがだいぶ効いてきました。右ストレート、だいぶ足元がおぼつかなくなっています。小林、徐々に世界チャンピオンのパンチがこの小林博史、元日本チャンピオンを捉え始めています。有利がジャブを出します。ボディ、強烈なボディブローです。完全に小林博史の動きが溜まっています。第2ラウンド終わりました。試合はこれから3ラウンド目に入りました。これは第2ラウンドのスロー VTR です。この見事に1、2、3、4まで伸びたというこの有利のパンチです。ラウンド3、なんとなく有利がスパーリングでもやってるような表情なんですが、これから第3ラウンド、
こういうロンタイトルの時にですね、やっぱりいい新しい技術というかね、はい、テクニックを見せてほしいなと思うし、またユーリーはもうボディーがあまり使わないんですよね、世界タイトルマッチの時にね、ボディーブロー、はいはい、この時にボディーの、ね、練習をやればいいんじゃないかと思うんですね、まあ、練習というか、あ、そのボディーが出ました、右カウンター、今のみんなね、反対ですね、すごい速いストレート、もう一回に世界チャンピオンのユーリー・アルバチャコフ、カウンター、また右、小林君も打たれ強いですね、結構いいストレートをもらってるんですが、強烈な右のストレートなんですけどね、チャンピオンのよく、左から右、有利がまとめて打っています。ただ小林選手はこういう状態になってから長いんですよね、いつもよく頑張ります。今日後半強いんですよね、小林君はね、はい、大丈夫ですね、スタミナもありますね、小林は的確なパンチです。有利自分からコーナーを背負っている有利、ちょっと一発ぐらいに行き過ぎでしょうか、まあ、打たしておいてね、そして一発狙ってるようですね、ガードを下げてボディを落とせています。有利相手をじっと見ています。小林が打ち返す、ウェービングでかわしている有利、アルバチャコフ左髪、あんまりこのコーナーに行っちゃいけませんね、やっぱりいくつかね、打たれてますからね、はい、足を止めています。ユーリ、白井さん、完全にユーリが足を使っていない状態なんですが、何を狙っているんでしょうね。まあ、なんて言いますかね、あれ ロープを背にしてですね、打たしておいて相手の隙を見てそこを打とうっていうようなあれなんですかね。それでもあんまり長くね、やってるとやっぱり見苦しいですね。あまり印象は良くないですね。印象は良くないですね。採点上もそうかと思います。3ラウンド目が終わりました。それでは3ラウンドちょうど中盤あたりの小林の攻撃から有利な反撃に変えろうというこのカウンターの右、終始第3ラウンドは有利がコーナーあるいはロープを背負っての戦いでした。さあこれから4ラウンド、今日も対戦相手の小林博士は現在日本フライ級の7位です。元日本フライ級のチャンピオン、長野県諏訪郡富士見町の出身です。24歳の小林、小林は右を打たれてますな、ちょっと、はい、そうですね、このよく頑張っている小林、ボディを打ちました。有利、小林は一昨年の12月、23歳の誕生日に新田翔成、今日のセミファイナルに登場した選手なんですが、新田翔成と日本フライ級の王座決定戦を行いまして、スプリットデシオンで王座を獲得しています。この後は去年の3月、初の防衛戦で笹崎ジムの新藤太に敗れました。白井さんからも具志堅さんからもこのノンタイトル戦は何かを試してみればいいということを言われたんですが、白井さん、そういう何かを勉強している、試しているなという節は見られますか。いやいや、ちょっとそういう、まあ、試すなんていうよりね、やっぱりファイトですからね、試合をやるわけですからね、
それでやっぱり心配のはですね、気を抜かないということですね、ノンタイトル。ノンタイトルでチャンピオンが負けた試合なんかも あるんじゃないですか、過去。それはあるでしょうね。それは逆に言うと、この小林の方は万一この有利を倒しますと世界ランカーということになるわけですから、それは必死のボクシングです。ボディを打ちました。ちょっと優衣がこの小林の打たれ強さに手を焼いているんでしょうか。どうなんでしょうね、このあたりの優衣の心境というのは。ウエイトがですね、約3ポイント4ポイントね、オーバーウェイトでしょ、ですから体調がね、やっぱりフライ級のウエイトの方が調子がいいかなと思うんですよね、スピードね、パンチのキレ、そういうのがちょっとやっぱりね、ないですよね。またまただいぶ効いています。なんとかウィービングでかわそうというこの小林宏。右、もう一回右から左、効いています。有利パンチが効いています。手を狙ってますね、さあここで有利が一気にいくんでしょうか、ゴーグー、頑張りなんですね、小林宏は。よく頑張りました小林、4ラウンド終了です。中盤の5回まで進んでいます。小林宏が競泳ジムの世界チャンピオン有利アルバチャコフとの10回戦です。ラウンド5、今日は先ほどもお伝えしましたが、グラブハンデ有利アルバチャコフが8オンス、小林宏が6オンスのグラブで戦っています。有利アルバチャコフは契約ウエイトの52キロまでウエイトを落としきることができませんでした。コーナーから出てきた小林宏は今年は初めての試合なんですが、去年が4戦4敗、そしてその前の1年間が5戦で1勝4敗でした。つまり2年間で1勝8敗という成績が残っているんですが、この唯一の白星が日本タイトルの王座決定戦でした。そういう強い星も持っている小林宏、世界チャンピオンの有利相手、よく粘っています小林。本当に頑張り屋ですね、強烈なパンチ戻ってるんですけどね、怒り強いのもありますね、まあ、この人とやると大体相手が嫌になるんですよね。前に出てくる小林相手、有利がちょっと嫌な表情も見せています。具志堅さん、有利の方にもちょっと倒しきれないもどかしさがあるでしょうね。だから気持ちもまた切り替えてですね、まあ、真剣というかね、すごい目がやっぱり変わってますよ。1ラウンド2ラウンドと違ってですね、ですからね、まあ、このラウンドなんかね、あんまり強いの今打ってないんですよね、時期を見て打とうと、まあ、隙を見てはいるんでしょうね。ちょっとね、有利の表情が怒ってきましたね。あの選手っていうのはね、打った時にやっぱりナックルで感じるんですよね、これいいパンチだっていうのをね、だからチャンピオンもそれ自分で知ってると思うんですよね、これは渡る強い選手だなとかね、しつこい選手だなと聞いてるはずなのに、おかしいな、相手がまだ 前にいるなという感じでしょうか。そうなんですよね、やっぱりあの自分ではいいパンチ打ってるっていうのは分かるんですよね、なんでもね、ちょこちょことね、打たれることがね、だんだんとね、こううわってなるんですよね、そのうちに爆発してね、うわっていくかもわかんないですね、ちょっと今クローズアップになりましたが、有利の表情が
ちょっともういい加減にしてくれよという感じになってますが、このバイグラウンドもこのまま終わりそうな雰囲気です。前半も終わりました。ジミンコーチもだいぶ厳しい口調で有利に何か言ってます。早く倒せと、アドバイスそうですね、アドバイスじゃなくて命令ですかね。さあ第6ラウンド、この第6ラウンドというのは今日のように有利のが風で体調が悪い場面じゃなくていい体調で臨んだ時にそうしようと、さあ倒しに行こうという予定のラウンドです。ボディワンツー、ユーリが下がります。今日のユーリは足を使いません。中村さん、はい、田中さん、赤コーナーなんですけどね、あのジミンコーチは動け動けという声を出しています。とりあえずあのこの間の対戦者韓国の相手なんですけども、その相手みたいに頭から突っ込んでくるタイプなんで、ちょっとやりづらいかなという話をしていました。はい、それからチャンピオンの鬼塚選手に聞いたんですけどもね、鬼塚選手は相手をあんまりこう調子づかせると良くないかなという話をしてくれました。はい、今日試合前に世界タイトル防衛5回の日本ボクシングコミッションからの特別表彰を受けたジュニアバンタム級の世界チャンピオン鬼塚克也選手もリングの下からこの有利の試合を見ています。中村さん、はい、一方アコーナーなんですけどもね、こちらは徹底してインファイト、とにかく中に入ってくっついてしまえば相手は何もできないんだと、で有利も本当の本来の有利だったらもうとっくに倒してるはずだから絶対バテてるんだと、もうこっちは千載一遇のチャンスだ、勝てるかもしれないっていうふうに言ってます。勝てるかもしれない。青コーナーから向井正和アナウンサーのリポート。ボディ右も入りました。まだこのラウンドは1分以上あります。今のボディのね、あの打ち方とか、はい、そういうのいいですね。これがあの具志堅さんずっとおっしゃってる点ですね。そうですね、まだまだやっぱりこれを出してほしいですね、このボディのね、はい、残り1分を切りました。有利がどうも今日下がり下がります。田中アナウンサーのリポートでもジミンコーチからもっと動けというアドバイスは出ているんですが、それを実行していません。今日の有利インストレートボディ狙い撃ちの有利、今日の有利はあまりいい試合をしていません。やはりね、こうやって言いますとね、はい、次に行きましょう。やっぱりね、倒そう倒そうともちょっとダメなんですね。そうですね、握っちゃってるんですよ。普段はね、もっとね、シャープに打ってますもんね、はい、それで KO してるんですね。さあ、第6ラウンド終わりました。赤コーナーの世界チャンピオン有利アルバチャコフです。この有利の終盤の攻めです。しかしここはパンチがまとまったんですが、これが断続的にあるという状態の有利、なかなか倒しきれません。まあ、相手の小林博の打たれ強さというものもあるんですが、なんとここまでボクシングをすると思ったでしょうか。有利第7ラウンドに入ります。自民コーチからだいぶ叱責を受けています。この有利アルバチャコフ、リング下の WBA の世界ジュニアバンタム級チャンピオンの鬼塚克也選手の表情でした。さあ7ラウンド、
赤ロープを背負っています。世界チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ。このノンタイトル戦でロープを背負ってからの戦い方を研究しているのかなとも思いたくもなるようなこの今日の戦いです。白井さん、有利の戦い方が変わりませんね。ねえ、なんか同じですね。まあ、やっぱり小林君はですね、パンチもらってますよね。はい、本当に本当に痛み作られてますよ、はい、1ラウンドから強烈にね、もらってるんですけどね、なんですかね、やっぱり頑張ってるね。そうですね、もう普通のボクサーともう倒れてるんですよ、だからこれを10ラウンドまでそういうボクシングをしていったら体には良くないんですけどね。そうですね、はい、健康面ではそうなんですけども、この選手これを持ち味にしてるんですよね。まあ、いうチャンピオンもこういうボクシングでもし拳を、骨折した時が大変ですからね。またロンタイトルで、はい、次の世界戦がまた伸びちゃう恐れもありますからね、早くノックアウトしたいんでしょうね、はい。まあ、それにはね、顎はちょっとね、これだけ打ってダメなんですからね、はい、今度はボテーですね、顎を打ちながら今度はボテー強いのね、はい、あ、今のような感じね、ボディはだいぶ弱そうですもんね、小林は。右ストレート、カウンター、アッパー、右ストレート、またまた頑張ります、ですね、はい、ボディーブロー効いた、ボディー効いた、しかしよく頑張るね、はい、ストレートよりもボディーの方が効いています。ユーリ打ち疲れで反撃されます。あ、打たれてますね、ユーリの今度。小林必死の形相、いや、ユーリも真剣になりましたよ、ね、小林左の目の上がだいぶ腫れてきました。7ラウンドが終わりました。これから8ラウンド目に入ります。有利がげんなりした表情で大きく息をつきました。ラウンド、これから第8ラウンドです。お、有利がこのラウンドは最初から手を出します。しかし相変わらずロープを背負っている有利。白井さん、何か有利が自分で好んでロープ際にいるような感じすらしてきますね。でもまた別にこれっていうのはやんないでしょ、あの昔いたね、ジョー・メデルっていたでしょ、あれみたいにね、ロープを背負ってその反動でね、相手を打って KO するとかね、はい、ああいうのがあるといいんですけどね、よく頑張りますね、小林君、はい、いや本当に、いい根性してますね。この黒いトランクスに白いサイドラインが小林です。角海老宝石ジム、これ判定まで持ちましたがですね、小林君すごい自信持つんじゃないですかね。そうでしょうね、こんなにもう一ラウンドまで戦ってるんですからね、いや本当にね、もう頑張ってますね。短い距離の打ち合いになりました。有利がガードを固めてます。アッパー、もう一回アッパー、アッパーがいい角度で入ってるんですけど効きませんね、本当にもう一回アッパ ー、 あー今のなんかね、顎はね上がったんですよね、しかし次の瞬間頑張ってるんですよね、ますね、
これアッパー効きませんね。これはもう小林はセカンドにね、受け受けでね、もうやめられないでしょうから。吉健さんのおっしゃるようにボディが欲しいところです。もう有利がここは向きになってアッパーしか打ちません。まあね、こういう時はね、ロープにずっとタックル、持たれるんじゃなくて、この足を使わないと、はい、そうですね、やっぱりそういう論体距離でね、そういうボクシングもやっぱり取り入れないとですね、世界戦でこういうことしたらやられちゃいますからね、はい、あとやっぱりフットワークっていうかね、足を使ってもっと楽にね、ボクシングしてほしいなと思いますよ。よくね、昔はね、オールドタイマーがね、これやってたんだよね、はい、ロープにね、もう体預けちゃってね、それでね、大王子はよくね、古い選手はやったもんですけどね。この体重っていうのは結構楽なんですか。まあ、体は体預けから楽なんですよね、はい、でも見た目は悪いですよね。とうとうチャンピオンも最後までやるのかね、ロータイトルで。これはね、判定になるかもしれませんね。8ラウンド終わってしまいました。ちょっと叱られる子供が上目遣いでお父さんお母さんを見上げるように有利悪いなという表情してますが、第8ラウンドのスローです。このショートアッパーを再三有利は第8ラウンドで打ったんですが、これだけのけぞっても次の瞬間小林がこうなってしまいます。さあ第9ラウンド第10ラウンドどういう風に戦法が変わっていくんでしょうか。世界チャンピオンが日本でノンタイトル戦をするのは具志堅さん以来16年ぶりということは最初にご紹介したんですが、これで有利が判定勝ちということになるとメンツ丸つぶれ、いよいよ20年ぶりか30年ぶりかということになるかもしれません。さあ9ラウンド小林は簡単なく1ラウンドから8ラウンドまで打たれながらよく頑張っています。まあ、これは健康上良くないというか、完全に効いた。さあ世界チャンピオン有利のチャンス。そうですね、レフェリーの判断でここでダウンを取らなくちゃいけないですね、はい、力を込めて有利が打ちます。ボディーが効いているダウン、ダウン、ようやくダウンを取りました。ここでタオル投入、タオル投入です。倒れ込んでしまいました小林博士。9ラウンドまで全勢力を使いました。ようやく9ラウンドで決着をつけました。有利アルマチャコフ、今日初めて笑みが見られます。なおダウンが先制られた後のダウン投入はテクニカルノックアウトではありませんで、ノックアウト勝ちとして有利の記録に刻まれます。このタウル投入は無効となります。 TBS のガッツファイティング木村慎一プロデューサーから勝利者カップが贈られました。いやー、有利がほっとした表情です。果たしてこの世界チャンピオン有利が第9ラウンドまで手こずってどういうことを話してくれるんでしょうか。それでは田中宏明アナウンサーに聞いてもらいましょう。通訳は金平圭一郎さんです。 WBC の第9世界チャンピオンの有利選手に伺います。有利さん、今日の試合の感想から伺いましょう。本当に苦しい試合、苦しい試合、まあ、最後はノックアウトで倒したんですけれども、かなり長い間試合ありましたね。就是для меня это бой тренировочный бой такой, поэтому я не старался сразу там нокаутировать. Но был момент такой, что можно было.Но мне нужно было тренировку пройти. まあ、練習不足だったのも確かなんですけれども、今日は練習のつもり の感じでリングに上がりましたんで、チャンスがありましたけれども、少し長い間かけました。
相手の小林選手の印象はいかがでしょう。小林、хорошо, очень хороший боксер. У него своя тактика ведения боя. Ну, он избрал такой момент, для которого очень трудно подстроиться боксером и очень трудно с такими боксировать. あの彼のようなあのタイプの選手はですね、すごくあのやりにくいあの強い選手でした。で、あの彼が持っているですね、あの全ての部分を出したと思います。さて、今度の8月に5度目の防衛戦が控えています。どういう試合をしてくれますか。Ну, я хочу закончить августовский бой, хотя мы не планируем, что он будет закончиться нокаутом, но я хотел бы его закончить так же, как сегодня. まあ、あのお客さんがです、ね、湧いてくれるようなです、ね、あのノックアウトで必ずあの倒しますので、お客さんにそして喜んでいただけるようなあの試合をいたします。最後に3000人の満員のお客さんに一言お願いします。応援してください。ありがとうございます。ありがとうございました。世界チャンピオンのユーリ選手に伺いました。放送席どうぞ。はい、田中宏明アナウンサーのインタビューでした。